どうも水溜りボンドのね動画見ましたか皆さん。俺は見てないです。なんで見てないかって、なんかねすごい俺ねむちゃくちゃこの動画だけ見たらアンチに見えるんですけど、俺むちゃくちゃね水溜りボンド大好きなんで、まあ今回のなんだろうスペシャル10本とかの件じゃ俺はまあ見ないだけだよって感じだよ。単純にね。うん、まあなんか今回の水溜りボンドスペシャルっていうすごい新たな試み、まあ、僕にとってはそんな面白くなかったなーっていうのはありますね。かゆっ。へい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 。水たまマリボンドになっちゃうんだよね。水たまりボンドってなんか水たまりの水たりボンドなんだよね。うん、でも水たまりボンドなんだよね。水たりボンドなのか水たまりボンドなのか。ブヤブヤブヤ、みんな言う優しそうなやつだ、でも心は真っ黒なハスラー。あんあん、ウェットのウィーネ、赤き緑のキッケ信号、関係ないぜ、青が先導、ウェイクアップ、レイクアップ、マナイータの上、キリキリザ、んでくよ、肉切り包丁。アバ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 、未来言う、優しそうなやった、でも心、ワッグ、バッバー。わぁ、わぁ、ウェットのビー。なんでアバミを歌ってるんですかね。アバミアバミアバアバアバミアバアバアバババババアバミアバミアバミアバアバアバミアバババアバミアバババババアバミアバババババミアバババババババアバミアバアバババアバアバババババミアバババババミアバババババミアバミアバミバミバミアバミバミアバアバミアバアバアバミアバババババミアバババババババミアバババババミアバババババミアバミアビアバミアババ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 バデン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 シュワーセン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 でも、それは、遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに、ふふんふふん。あ、ふんふんふん。ふふふ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 ふん。おしまい。あ、水溜りボンドのあの動画たちね。なんだろうな。俺がなんか、あんま好き好まないものが全部揃ったって感じだったかな。うん、そんな感じ。ドラマ、怖い話、芸能人っていうね。芸能人
は俺好きじゃないからな。うん、可愛い人は別でね。でも可愛い人出てないじゃん。いるけど、そういう人、そういう系でやってってる人、広瀬すず出てないじゃん。それはな、ギャランティー 7K とかになるんだろうな。広瀬すずロックフェラー財団下手したら 7個分、7財団分のね、ギャランティーってなんだそれな。出たくなさすぎだろ。ロックフェラー財団7個分のギャラって、財団の、まあ、総資産1兆円とも言われてるらしい。そう、むちゃくちゃだ、むちゃくちゃだよ、そんな。まあね、そういうことですけど、まあね、見なかったな、普通に。まあ、怖い話だから、まあ、そもそも見ないし、ドラマだしね。うん、ドラマ、俺嫌いなんで、ドラマ。なんとなく嫌いなんで。うん、もうそこになんか、むちゃくちゃ強いやつが来ても、全部、なんかもう、暴力で解決しまえって思うようなやつなんでね。みたいな強いやつが、って掛け声、怒号とともにもう、全部ぶっ壊して落ちればいいじゃんって思っちゃうタッチなんで、僕はドラマ好きじゃないでした。あと、怖い話も、怖い話じゃないんです、あれ。びっくりしてる話なんですよ。わかる？なんか最終的にお家で、ね、その子供が、僕、私に言ったんですよ。お前だーみたいな感じ言うじゃん。まあ今、はしょりすぎて、全然怖くない。で、だからいいの。みんなに怖い思いしてほしくないからはしょったんだけど、なんかお家でお前だって言ってきてさ、もう夢丸さんでね。ちょっと待ってさ、もうマジブチ切れそうになって、今でも妬んでる。妬んでねえよ。腹立ってんだよ。いや、マジさ、お前だはさ、ダメだと思うんだよ。こうびっくりするのは確かに絶対びっくりするよ。でも怖くないじゃん、そんな。なんでもない子でしたよ、みたいな感じの方が面白いし、あんただよ、みたいな感じでね、言うのも、まあそんな女の子がお前だって絶対言わねえしな。夢かよって思っちゃうもんな、そんな。うん。ってことでね、ほんとそう、クソだよね、ほんとに。お前だって音圧でビビらせてくるやつ。あれほんと嫌いだよね。あ、トミーの、あれもびっくりしちゃう。音圧でビビらせてくるのむちゃくちゃ怖かったけど、まああれはあれでいいとしてね、ドッキリだから。でも怖いけどね、お前音圧でしかビビらせないから。うん、怖くないもん。怖いっていうかビビるんだよ、あれは。わーって、俺はね、すごい天涯孤独のビビリ家なんで、ビビリカッカカッカッカの、ビビリ相当カッカなんで、すごいびっくりしちゃうんですよ。俺もなんかちょっとなんかブーンって何かどんだけど、すごいびっくり方するんですよ、びっくり方。驚き方っていうかね、まあそういう人間なので、俺もなんか修学旅行でね、まあ、阿部ってやつにね、驚かされたんですよ。うわって言われて。もうそれでほんとそいつぶん殴ろうと思って喧嘩しましたもん、口喧嘩。でもそいつの口喧嘩で負けるって久しぶりの口喧嘩すぎて。うん。俺は嫌でした。もうびっくりされるのが嫌なんだよ。まあ、一回殴らせてください、俺はびっくりするんだってね。俺びっくりさせるのもいいけど、ちょっと、俺が罪悪感芽生えるまで殴らせてください、あなた。もし友達今後できたらね。うわーって。俺が罪悪感芽生えるまで殴りたい、あなたを。まあ今回水溜りボンドはね、俺のなんか好みではないものの詰め合わせだったって話で。な、2個見たとしたらアニメ。でもなんだろうな、難しいんすよね。全部が全部。うん。難しいから俺の解釈に任せて、水溜りボンドのなんか俺はね、うん、あのアニメに関しては俺もう高校で出会ったら会ってないんじゃないの、もうこの先っていうっていう解釈に陥った。俺はね、もうこのまま会わないでだったんじゃないのかなと思います。はい、うん、アニメはね。で歌はね、でなんか俺歌のなんか尖った YouTuber だけでラップしてみたっていうのも、うん、まあ毎度毎度コンプラはムカつくよね。コンプラで言ってさ、ね、コンプラでピーって言って、なんだよって、なん伏せるんだよって、もうちょっと、尖ってんのに、なんで尖り削っちゃうんだよって、コンプラ俺嫌いだよな、コンプラで隠すの、あたかも自分がね、ダーティーサイドみたいな、ムカつくよな、なんか、ムカつくわ、本当によ、何にでもムカつきおじさんじゃん、おじさんじゃねえよ、さすがに。確かにね、もう俺ジジイだよ、もう。なんだろうな、進化すること、変化や強化を、鍛錬、研究をやめたジジイでござんすか。まあ、ほぼジジイですよ、僕は。あ、ジジイなんですけど、良きかな。ってね、急に、あいつのモノマネするっていうね、まあ、あいつっていうのはあれですよ。あれであれ、あれ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 あれ、ドゥー
まあ今あれあれチャージですね。あれね、デデデデン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 デデ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 デ本当に。みんながね、これくらいの威力なんじゃないかなって言ったら、それくらいの威力になります。でも、こんくらいの威力だなって言ったら、そんくらいの威力になります。まあね、まあ、あれあれって、千と千尋の神隠しの、腐れ神と言われてたけど、なんか、川の主みたいなやつな。川の主は琥珀主か。どうぞどうぞ、よきがな、って言って出てたじゃん。もう、気違いじゃねえかよ。ドリルの音出すね。なあ、ってことでね、最近ほんとね、ネットフリックスは入ったがいいものの、面白いね、番組が一つもない。ワンピースが更新されないんだもん。ごめんね、俺、ワンピース中だから。ああ、ワンピ中だから。ほんと気持ち悪いよね。うるせえな！誰だ気持ち悪いって言ったやつ。いや、でもワンピースが見たいんだもん。ワンピース全部見たし、俺。もう映画も。あ、映画、なんか、俺言っちゃ悪いけど、なんか前の雑魚映画、雑魚映画って言い方クソだけどさ。いやでもなんだろうな、ストロングワールドだけだったな、面白かったのは。うん。ていうか映画ってそもそもあんま面白くないな、原作よりは。うん。だって時系列がおかしいんだもん。納得はいかないんだもん。だって Z の時だってさ、あんな死闘を繰り広げてるように見えるけど、あの裏にはギアサード、エレファントガンもいるし、あれだよ、ギアフォースもいるんだよ。そんなのにはな、いや、みたいにやってるたら超面白いじゃん。ギアフォースなんてそんな、ねえ、レイリーさんがいる時期に考えたもんなんだよ。まだ、レイリーさんは、だからこれからね、レイリーさんが稽古をかけたのは1年半なんですよ。だから半年間でまたルフィのね、あの、無茶苦茶なアイディアで技が何個かあるんでしょうね。うん。スネークマンのギアホースあたりは全部レイリーさんがいるあたりでも、そんな終盤でもないから、レイリーさんがいるあたりに考えたものをもう出してないんだよ、ゼファ。雑魚。なぜ雑魚？ジジイに手加減しやがったよ。見聞色持ってるからな。見聞色持ってるから、あ、こいつ雑魚だって、雑魚だから、死闘を演じようって思って、ネオ海軍っていうすごい総裁らしいから、死闘を演じてやろうって思ったら、いてーって言って、なんか、鉛玉やられてさ、いてーよーって、もう、ね、それないわーってなっちゃっただろうね。鉛玉、なんか、あれだ、回廊石の鉛玉、回廊石の玉で、そらないわーってルフィも思っただろうね。そらないわーって、ちょっと関西弁あんま使わないようにする。あの、関西弁使うと、お前、エセ関西弁使うなっていう気持ち悪い人間が湧いてくるんで、本当俺はそいつらもぶっ殺してぇなぁ。ぶっ殺したくないですよ。全然そんなことはない。うん。まあ、関西弁使って自分が面白いと思ってるやつと、まあ、関西弁使ってるくせに面白くないやつと、俺が関西弁使ったり、誰かが関西弁使ったら気持ち悪いなその、関西弁って言ってくるやつ、この3つの種類の人間をね、なんか蒸発させたいよね。うん。俺が帝国作ったら。ダメだよ。ディストピアにも程があるだろ、そんな。まあいいですけど。まあその度に俺が怒るだけです。これからね、僕が人気になったら。まあ、そんな感じですね、ルフィだって。ルフィの話になってますけど。あの向こうにギアフォースとか言ってこうやって、バウンドマンとかでやったら、ゼファどうなんだろうね。どうなっちゃうんでしょうかね。はい。でも普通に優しいよね。死に場所をくれたってさ、あの、超ネタバレするけどね。青キジがさ、カチャ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 ンって言ってるけど、シーンがあるんですよ。あれ、ルフィたちも助かってるからね、普通に。普通に助かってるし。うん。まあね。やっぱな、原作の方がいいわ。映画は、総じて雑魚だわ。面白いけどね。それは昔よりは面白いだろうけどね。ゾロむちゃくちゃ負けてるじゃんっていう、なんか、特定の解釈は、あれはギャグなんだからいいんだけどね。負けてないからね。剣では負けてないよ。あれ以降。だってバーソロミュークマンはあれ、負けてんじゃないんだよ。逃がしてくれてんだよね。あれ一見なんかすごい悲惨な営業に見えるけどさ。あれはまあ手荒な手助けなんだよ。手荒な助けなんだよ。あれが熊なりの不器用な男のね、手助けっていうか、やり方なんですよね。まあ、ストロングワールドは面白かったな。だってストロングワールドはやっぱルフィの、その、なんつうんだろうな、あそこでもう成長は限界してたところで、あれ以上ないっていうものだったから俺好きだったな。まあでも、よく考えたらルフィ覇気を覚えたくらいで強くなりすぎだけどね。よくよく考えたらね。うん。
まあ覇気だけじゃないんだよ、体力もついてるだろうしね、ルフィは。ね、2年で。すごいな。まあ。でもルフィもむちゃくちゃだよな。覇気にこうやってかぶりついて空気入れるって。武装効果してんだよ。武装効果、グッ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 って言ってんだよ。むちゃくちゃだろ、そんな。むちゃくちゃだろ。モヘンジョだろ。ってことね。これが面白人間界だったら俺はもう殺されてましたね。はい。むちゃくちゃだろ。むちゃくちゃだろ。モヘンジョだろ。って言ってね。このくだり結構ね、カロリー消費すごいんで。そんな感じだ。